な傘を持っていないし、今すぐどこかで雨宿りしないと、と言いました。日傘は雪や暴風雨が発生する前兆を表す自然の兆候です。これは6000メートル上空を飛び回っている数十億の小さな氷の結晶でできた雲によって発生します。そして太陽光線がこの結晶を通過する際に虹のように光が分裂し屈折するんです。ですが日傘を直接見てはいけませんよ。確かに毎日目にできるものではありませんし、すごく綺麗で魅力的なので思わず直視してしまいたくなりますよね。紫外線には網膜の露出した組織を焦がし、深刻なダメージを与える可能性があるんです。ですので気をつけるようにしてください。サングラスをかければ大丈夫ですけどね。ちなみにこの現象は通常約40分間続きます。この雲は夜に強力な雷雨の夜、空が晴れていればエルフやノーム、トロール、ブルージェットが見えるかもしれない。ブルージェットってなんだか適当な感じがするのは私だけだろうか。しかし実際にはおとぎ話の話をしているわけではなく、これらはすべて荒れ狂う雷雲の非常に高い位置で見られる様々な種類の稲妻の閃光の名前なのだ。赤いスプライトを見てみよう。これは雷雨の上空に現れる閃光で、群れをなして現れる。雷雲から地面への静電化落雷と呼ばれる特殊な雷によってのみ発生するため珍しい。つまり落雷の際にプラスの電荷が雷雲から地面に移動するのだ。このようなタイプの雷は落雷全体の 10% に過ぎない。100年以上もの間、多くの人々はこれらの閃光を単なる都市伝説だと信じていた。確かに人々は時々閃光を見たが、その閃光はあまりにも短時間であったため、たとえあなたが幸運にもその閃光を捉えたとしても、この現象を一緒に目撃してくれる人を呼ぶ時間はなかっただろう。格式ある科学者やパイロットが目撃したと話しても、科学界はほとんどそれを無視した。1989年、奇妙なことが起こった。ミネソタ大学の研究者たちが実際に放電をフィルムに収めることに成功したのだ。世界中の人々がレッドスプライトの動画や写真を共有し始めたのだ。レッドスプライトはイオン化した空気でできた100メートルほどのボールとして始まることもある。これらのボールは高速の 10%、約80キロの高さから降り注ぐ。研究者たちは荒れ狂う雲から降り注ぐ稲妻だけでなく、宇宙に向かって上がるこのカラフルな閃光も研究している。つまり電気は帯電した電離層まで伸びるが、同時に地上に向かって押し流されるのだ。レッドスプライトには様々な形があり、例えば77平方キロメートルもの面積を持つクラゲの形をしたものがあったり、人参の形や列をなしたものも目撃されている。列の下の方は青く、上の方は赤いことが多い。2022年8月22日、私たちはチリのアタカマ砂漠の上空で真っ赤な筋の見事な写真を撮ることができた。その赤い筋は緑がかった別の大きな光に囲まれていた。これは大気光と呼ばれるもので、光害がない時にだけ見ることができる。基本的には人工的な光を使いすぎた時に起こるため、星や他の天体を観察することができないのだ。そしてこの大気光は大気中の窒素と酸素の原子のために起こる。日中、太陽光が窒素と酸素の電子を奪う。そしてゆっくりと電子と再結合し、その過程で発光するのだ。レッドスプライトを見るには、まず大きな雷雨を見つける必要がある。夏から春にかけて、例えば6月頃によく見られる。もちろん地上レベルで雷を伴う強力な嵐があれば、レッドスプライトはいつでも出現する可能性がある。空は晴れていてとても暗く、理想的には明るい月明かりがないこと。そして嵐は160から 322km ほど遠くにあるはずだ。そうすれば雲が空を遮らず視界が良くなる。完璧なシナリオでは嵐は遠くの地平線に沿って移動しているので、雲の上の全てを見ることができる。さらに気象レーダーで嵐を追跡することも可能だ。さらにあなたの目は周囲の暗闇に順応するのに、
時間が必要だ。雲の上から目を離さず、雲を直接見ないようにしよう。稲妻は無視するのが一番だ。レッドスプライトは200回の稲妻のストロークのうち1回程度飛び出すので、カメラに収めるのは簡単ではない。しかしその眺めは待つ価値がある。 TLE とは英語で過渡的発光現象の頭文字を取ったものだ。ブルージェット超高層雷の周りに見える不気味な輪の原因にもなっているんです。自然は様々な方法で災害の前兆を知らせてくれているんです。 J 字型の木を見つけた場合、その付近では地滑りが起こる可能性があります。地面がゆっくりと動いているので木が変形しているんです。スーパーパワーを持っていない限り、平らな場所を歩くようにし、木には近づかないように。ビーチを散歩している時に周りを見ると、砂と太陽だけしか見えず、空には全く雲が見当たりません。そして海の水が引いていくのが見え、サンゴ、小魚、海の生物が見え始めました。これは津波が発生するかもしれないというサインですので、今すぐ避難しなければなりません。津波は海底地震が発生した際に起こり、海岸に向かって時速 800km で襲いかかってくる可能性があります。そして主に太平洋で発生するのです。でも他の地域で発生する可能性もあるので気をつけて。一見波がなく落ち着いている場所を見ても、そこには近づかないようにしてください。表面下に離岸流が発生していて、かなり危険な場合があるからです。離岸流は海岸に打ち寄せた波が沖に戻ろうとするときに発生する強い流れのこと。波と波の間に奇妙なギャップが見える、または海藻が不規則な方向に流れていくことに気づくかもしれません。離岸流に巻き込まれてしまった場合、まずは浮き続けることを優先してください。離岸流に逆らって泳ごうとすると、体力を無駄にしてしまうので気をつけましょう。助けを求めて大声で叫び、ビーチと平行に浮かび続けてください。そして離岸流から抜けたと確認できたら、海岸に向かって斜めに泳ぎましょう。海にいる時にサメの群れを見つけたら、そのシナリオは最悪の事態につながりそうですよね。でも実際のところ、サメは必ずしもあなたを襲うために現れたわけではないかもしれません。もしかしたらサメは巨大な熱帯低気圧やハリケーンから逃げようとしているのかもしれないのです。サメはこれらの現象を感知できるので、自然災害の際には群れになり泳ぎ、安全な場所へ逃げる習性があります。でもサメと一緒に泳いでいってはいけませんよ。気をつけてくださいね。古代からの黄金律は動物の動きに従うというもの。昆虫、ネズミ、ヘビは巨大な地震の数日前に住処を脱出し始めます。科学者たちはそれらの動物を追跡することはできず、どのようにそれらの動物が地震を感知することができるのかということについても解明できていません。ですが動物はバルト海の異物。2011年、あるダイビングのチームが宝探しのためにバルト海北部の海底に潜りました。ですがそこで出会ったのはおかしな物体でした。写真を撮って公開すると、多くの人が何かの文明が作った宇宙船が沈んだものだと考え、また自然現象でその物体ができたという人もいました。ですがその物体の構造内部にある金属はどう考えても自然にできたものではありませんでした。遠い昔の氷河時代にできたものだと考える学者もいます。その頃落ちてきた氷の下に留まっていた隕石なのかもしれません。2種類の潮の流れがぶつかって循環渦ができると、渦を巻いた強力な流れができます。恐れを知らないバイキングでさえ潮の渦を怖がりました。大きな船も沈めることができるほど強力だったからです。こういった渦は今でも危険ですが、幸い近代的な大型船は渦の力に十分耐えられます。それでもクルーズ船が渦に入ってしまうと、巨大な波で大きな船でもかなりひどい横揺れをすることになります。潮の渦は本当に強力で、海中のブラックホールのようなものになることもあります。そうなんです、ブラックホールは遠く寒い宇宙に広がっているだけではないんです。
地球の海でも渦巻いているんですよ。海のブラックホールはギュッと圧縮されていて、捉えられると逃げることができないため、宇宙のそれに似ています。海中のブラックホールは直径 150km に広がっているものもよくあります。そして中に入ってもおそらく気づきません。渦の働きをしますが、その大きさのせいで専門家でさえ境を見つけることはできないのです。次はリラックスできる話を。次回海に行ったらよく注意してください。グリーンフラッシュという光学現象が見られるかもしれませんよ。日没のすぐ後、または日の出の直前です。この現象は太陽がほぼ完全に地平線に沈むとき、上の縁がまだ見えているときに起こります。わずか1秒か2秒、太陽の上の縁が緑色に見えるんです。空を沈んでいく太陽を大気が濃い部分を通して見ているため起こります。地平線の下に沈むとき、大気中で光が反射し、曲がって分光します。地平線に雲やもやのない晴れた日には、この現象がよく見えますよ。気持ちよく泳ごうと思っていたら、海の水が赤いことに気づきました。水に入るのはやめた方がいいですよ。フロリダでは、微細藻類の濃度が普段より増えたとき、赤潮が起きます。海水や淡水で生きている何千種もの藻は、大部分が動物にも人間にも無害です。重要な酸素源なので逆に助けとなっています。ですが数種の藻、例えば海水を赤くするものはウミガメや魚、海鳥など海の生物にとって大きな危険になり得ます。この種類の藻は際限なく増えて人間、特に呼吸器系に問題のある人に害を及ぼす神経毒を作ります。そのような人は特に風が強くて藻が岸に押し流しているときは赤潮の海域を避けましょう。火山は有毒ガスや灰、赤く燃える溶岩を吹き出します。明らかに危険だとわかりますよね。ですが海底火山も違った意味で危険となることがあります。浅瀬にある海底火山は岩の破片や蒸気を空中高くまで吹き出して存在を表すことがあります。海底火山の周りには無限の量の水があるので地上の火山とは違った動きをします。噴火するときに海水が海中の火道に入るのです。溶岩は浅瀬の海底に広がり、また時には陸の火山から海に流れ込むこともあります。溶岩は水に入ると急速に冷えて砕けて破片や砂になり、大量の噴火堆積物がたまります。ハワイで人気のブラックサンドビーチってご存知ですか？あの砂はこうやってできているんです。熱い溶岩や激しい噴火はどう考えても安全とは思えませんよね。ですが深い海の底にある海底火山も同じぐらい危険です。噴火していない時もです。海底火山は泡のエリアを作り、この泡で周りの海水の濃度が下がって船が沈むことさえあります。本当に危険なのは海面を見てもわからないことです。でも実際は小さな泡があって船が浮力。ビーチでくつろいでいた時、突然鳥の大群に気づきました。鳥たちは海の近くにある何かに興奮しているようです。何が起こっているのか走って見に行きたい。でもちょっと待ってください。座ったまま海から距離を保ちましょう。カモメ数匹くらい大丈夫と思うかもしれませんが、危ないのは鳥ではなく海水の下に潜んでいるものです。動物界では魚は海の中でも海の上からでも捕食されます。マグロ、イカ、タコ、アザラシなどの海洋哺乳類は様々な小型の魚を捕食します。中でもブルーフィッシュやストライプドバスなどの種がお気に入り。別の大型捕食者も狙っているので水辺に近づかない方が無難です。近づいた場合、長さ最大6メートルの生き物と遭遇する危険性があります。平均的な人間の約3倍の大きさ。これがホオジロザメの大きさです。周りに魚がいる場合、餌を求めて海面近くまで上がってくる可能性があります。ホオジロザメは動物の中で最も噛む力が強い生物です。この生き物に近づく唯一の種は、獰猛なイリエワニくらいです。科学者たちは、サメには人間の100倍以上の力があると考えています。鼻の下にある鼻孔は、呼吸のためにあるのではなく、匂いを嗅ぐためにあります。幸い、人間はサメの好物ではないので、わざわざ人間を狩ることはしません。研究者によると、サメに襲われる確率は370万分の1です。しかし、深
幸にもサメと人間が遭遇してしまうと、サメは人間をアザラシや特大のストライプドバスと間違える可能性があります。そのため鳥や魚から距離を置き、遠くから見守るのが良いでしょう。椅子に座って日焼けでもしていましょう。人間を見間違えるということは、サメの視力が悪いということでしょうか？いいえ、そうではありません。澄んだ水の中ではサメの視力は同じ環境で泳ぐ人間の視力の最大10倍優れています。サメの目の構造は人間の目の構造とよく似ています。角膜、水晶体、網膜、紺壁の虹彩、そして瞳孔で構成されていて、人間と同じように寒帯と水帯の2種類の光受容体を持っています。サメの寒帯と水帯がどれだけうまく機能しているかは解明されていませんが、調査ではサメは1種類の水帯しか持っていないことが示されています。つまり人間のようにフルカラーの視覚を持っていない可能性が高いということ。だから他の生き物と混同することがあるのかもしれません。そもそもお腹が空いている状態だとじっくり見ている暇はないですよね。サメの目にはタペタムルシダムがあります。これはサメの網膜の後ろにある鏡のような結晶の層です。この結晶のおかげでサメは非常に薄暗く、濁った水の中でもよく見ることができます。結晶は入ってくる光を反射し、網膜内の寒帯が最初は見逃したかもしれない光を2度目に通過した時に検出します。面白いことに猫もタペタムルシダムを持っています。だからこそ猫の目は光を当てると暗闇で光るんです。サメが近くの海で泳ぎ回っている可能性を示すもう一つのサインはクジラの存在です。サメは 160km 以上にわたって獲物を追いかけることで知られています。群れを追跡し、一匹が弱るのを待って巧妙に攻撃するんです。恐ろしいですよね。そう考えるとやはり海辺で鳥が見えるというのは良いことではありません。しかし何千もの鳥の群れが一斉に空を飛んでいる時とは異なります。ムクドリの群れが